ハデスの試験場で私が見たゼニスたちはエリザベトのクローンを連れてた。奴らの目的がゼロドーンの技術だってことと辻褄が合うだろ。はい、あなたの経験が物語るようにエリザベト・ソベックのクローンはテラフォーミングシステムにアクセスする鍵となります。でもどうやってクローンを作ったんだ。オデッセイは人間の接合子約20万個に加え、動物の接合子や植物の種子も載せていました。おそらくエリザベト・ソベックの遺伝物質も取得していたのでしょう。そして船に積まれた。彼女が承知していたかは不明です。そうか。それにしてもなぜあのクローンはどうしてこんなことに手を貸してるんだ。エリザベトの夢を壊すなんて本当ひどすぎる。定かではありません。彼らの目的に共鳴して協力しているのか、あるいは彼らのしもべとして命令に従っているだけかもしれません。エリザベト・ソベックがしもべに？ありえない。絶滅信号はハデスだけじゃなくて他の副次機能にも自我を持たせた。なぜだ？私も気になっていました。今言えるのは標的はハデスであり、他の副次機能の覚醒は偶発的なものだったということです。ふん。つまり信号はシステムを熟知したものによって送信されたということか。はい、信号の構造は非常に高度だった上に目的も明確でした。悪意に満ちた信号ですが、作成した者の知識は驚嘆すべきものです。ゼニスが宇宙船で地球にやってきたのなら、私たちの技術よりあらゆる面で優れてるってことだな。はい、それは試験場での戦いで証明されています。彼らは機械を従者として従えており、またある種のエネルギーシールドをまとうことで攻撃から身を守っているようです。ああ、知ってる。奴には何も聞かなかった。歴史を見ればあらゆる防御技術はやがてそれを上回る攻撃によって破れ去っています。例えば私がヘファイストスを吸収して戦闘機械の大軍団を編成すれば、その猛攻をシールドで耐え続けることは不可能でしょう。希望はあるか。あります。なぜ絶滅信号がシリウスから来たと分かったんだ。サイレンスがハデスより得た情報があなたのフォーカスに記録されていました。信号が送信された期間は 17.22 年です。どういうことだ。8.6 年あればシリウスからの信号が届くんだろう。信号が受信されてガイアが自爆した後もなぜ送信し続けた。ハデスからの返信が届くまで送信者は状況が分からなかったからです。つまり返信にも 8.6 年がかかるのか。そうです。返信を確認してから送信を止めたため 17.22 年かかってしまったのです。その期間から計算して送信者との距離が分かりました。それをもとにデータベースをスキャンして 8.6 光年離れた位置に何があるか検索を実行したところ、ファーゼニスの目的地だったシリウスが妥当なソースとして浮上しました。生物圏の状態は？テラフォーミングシステムは機能しているのか？ある意味ではテラフォーミングシステムは一度も停止していません。ただし私の全身が自爆して以来、活動を行う機械に新たなタスクを割り当て管理する中央統制知能が存在していなかったのです。その結果エラーが頻発し、日を追うごとに生物圏は破滅に向かって加速し続けているという状態です。この数ヶ月で生物圏における異常が顕在化しています。しかし現在確認されている異常現象は要因が複雑に絡み合い加速する環境障害の断片に過ぎず、
その先に待ち受けるのは地球の完全なる崩壊です。どうにか止める術はないのか。私の副次機能のアイテル、ポセイドン、デメテルがあれば環境システムの一部を改善することは可能になるでしょう。天候は回復し、水源は浄化されて、植物の急成長は収まります。でもそれだけでは多少の時間を稼ぐことはできても崩壊は止められません。環境に蓄積したダメージを完全に癒すにはヘファイストスの力で新たな機械を製造する必要があります。この目標に向けて全力を傾けるべきです。時間はどれくらいある？今の状態がこのまま続いた場合、生物圏が修復不可能になるまで4ヶ月といったところでしょう。アイテルとデメテルとポセイドンを回収して融合させたら、数ヶ月の時間稼ぎにしかなりません。まあないよりマシか。ならすぐに副次機能を探して回収してこないとな。どこにあるのか何かわかるか？私の全身が自爆をした際、各副次機能は逃げ込める物理プロセッサーを求めていきました。そのため高性能なコンピューターがある場所を探すと良いでしょう。アイテルが最も近く、そのため回収も比較的容易です。ただしそこはテナークスの領土の中心になります。あなたのフォーカスにある部族の記録を確認する限りですが、彼らは暴力的手段を好む傾向が強いようです。まあ言えてるな。ポセイドンとデメテルは？ポセイドンはここから南にある砂漠に避難しています。私の地理データによると、かつてその場所にはラスベガスという古の大都市があったようです。水を司る AI が砂漠の遺跡にいるなんて妙だな。確かに。そしてデメテルはどうやら遥か西の沿岸部に位置しているようです。残念ながらその一帯のデータが不足しているため詳細は不明です。よって回収は最も困難でしょう。わかった。じゃあ早速副次機能を探してくる。アイテルはテナークスの領土、ポセイドンは砂漠、デメテルは沿岸か。どれからにしますか？アイテルからにするよ。それではアイテルを目的地として登録しておきます。回収できれば一帯で猛威を振るう嵐を弱められるかもしれません。生物圏を完全に安定させるにはヘファイストスの力とヘファイストスの機械が必要不可欠ですが、目的地の変更はフォーカスのインターフェースを介していつでも行うことができます。現在把握している各副次機能に関連した情報も常に見られるよう転送しておきます。他にできることはありますか？あなたは多くのことを抱えていますから。本当そうだな。どうかしましたか？いや、ただそのちょっと荷が重いなと思って、エリザベトは生命をガイアに託した。でも問題が起きて今全ては私にかかってる。本当にできると思うか？システムを直しゼニスを倒す。エリザベトじゃないのに。大丈夫。私の前身はあなたが成功することに疑いのない確信を持っていました。あなたに不可能なことなどないのです。あなたはハデスを撃退して私を再起動しました。あなたは必ずやり遂げます。ありがとうガイア。じゃあそろそろ行くよ。施設の出口を開けておきました。一つは西部につながり、もう一つは東へ戻る参道で歌の平原に続いています。バル。あ
こいつは慣れないな。アロイか？ああ、そう。ガイアが出口を開けたんだ。西の扉で待っててくれ。すぐ行く。よし、アイテルをガイアの元に持ち帰ろう。バールとゾウが西の出口で待っているはずだ。一度東に戻るのもありか。歌の平原がどうなったかも気になるし、それかこの辺をもう少し見て回るか。ガイア、扉に動力が通ってないぞ。今の私ではこの施設の一部の機能しか復旧することができないのです。あくまでも今はですが。なるほど。ロックされてる。ガイアが後で開けてくれるかも。本気か？ええ、その方がいいと思う。
ここから山の上の方まで登ってきたんでしょうね、おそらく。ここだと昼と夜の区別もつかないな。先に行け、アーロイ。私はこれから西に向かう。ガイアの機能を回収して強くするために。二人はここに残るといい。ガイアに事情を聞いてくれ。のけ者にしてるわけじゃない。これも一種の訓練だ。実はエレンドを呼びに行こうかと思ってさ。ほら、仲間は多い方がいいだろ。ここは拠点になるし、ガイアからもいろいろ聞いて学べる。大丈夫さ。ああ、ならこれをつける用とバックアップ用だな。一緒に行くのか。いえ、洞窟でのこともあるし、少しここに残ってもっといろいろと学びたい。あなたが戻る頃には私の方が詳しくなってるかも。楽しみだな。お前はいつ戻る？いつかな、わからない。できたらガイアの機能と一緒に戻ってきたいな。気をつけて。テナークスは今嵐と凶暴な機械に苦しめられているみたい。それにレガーラもいる。心配はいらないよ。それじゃあ。怒りをアーロイ。テナークスの土地か。ここに潜んでいるのはガイアの副次機能だけじゃない。油断はできないな。